俺の名はホモホーモホーモモ。3000X年、地球はまたガリータ帝国に支配される時代を迎えていた。またガリータ帝国皇帝デカ・マラリーナ4世は己の権力の象徴として全人類をデカ・またまたに詰めく、全世界でまた狩り隊によるまた狩りを開始した。そんな時代にまたの自由と平和を守るため、またガーリー帝国に立ち向かう一人の男がいた。その男の名は、そう、俺様ホモホーモホーモモ様だ。胸毛深海の使い手である俺様ホーモモはドンパッチラと共にまたの平和のため旅に出るのだ。ルル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 あー、貴様ドンパッチ、プルコギ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 、ドンパッチ、ドンパッチ、久々だろお前。お前何やってんだよ。そんなことよりさ、ああゴリラって本当はゴリラゴリラゴリラって言うんだけど、マジみんなゴリラゴリラだと思ってるんだよね。ああゴリラゴリラ、それもおかしい話じゃん。ゴリラゴリラゴリラがゴリラの正式名称なんだよ。ゴリラってさ、呼吸するだけで筋肉になるって知ってた？そう、草食性が強いのに呼吸するだけで筋肉を生み出せる奇跡的な生き物なんだよ。ゴリラとの遺伝子欲しいよね。あれ？これゴリラ？あ、違う。これはゴリラ。ゴリラ。ゴリラ。これはゴリラ。バカ野郎！俺はそんなこと聞いてんじゃないんだよ。なんでドンパッチがここでバーをやってるかって聞いてんだよ、チェキラー。はいよ。いやもう今営業大変でさ。お前バカか本当に。え、営業が大変？なめんなって。ビジネスなめてんのお前。ちょ、説明してやるよ。ね、ちゃんと市場をセグメントしたのかっていう話なのよ。お店が営業が大変？ふざけんなって。まず飲み屋業界ってたくさんあるわけよね。たくさんセグメントすると。日本酒が好きな人、ワインが好きな人、ハイボールが好きな人、カクテルが好きな人、ね、いろんな人がいるわけよ。それをセグメントした上で、本当にお前それレッドオーシャンなのかと。お前絶対違うかな。レッドオーシャンって本当にレッドオーシャンって言ってんの？説明してやろ。まずね、これでっかい市場がありますよと。こういうお酒のね、市場がありますよと。それをしっかりとセグメントする。セグメント、セグメントね。こうやって細かく市場を分けていくと。ハイボールが好きな人、ハイボールが好きな人、日本酒が好きな人、ね、まあ、ソフトドリンクが好きな人、いろいろあるわけよ。え、これも市場セグメントして、まだある。こうやってこの上が何かというと、何、そう、日、夜かどうかって話よ。え、こっちはそうだよ、昼だよ、昼だよ、昼ね。で、これをちゃんとセグメントして自分の市場。ね、あのおじさん怖いですね。ね、一生懸命やってるのにね、ね、毎日ね、一生懸命お席入れてね、頑張ってるのにな、怖いな。どうしようか。とりあえずご飯にする？お風呂にする？それとも私を食べる？バカ野郎。胸毛真剣奥義は謝恩会こそ午後5時からカラオケボックスで。わあ苦しい話。わあふわもう一丁ふわドンパッチよ、これからお前は俺のペットだ。四つん這いになれ。ワンと叫べ。ワン。ここ掘れ、ワンワンと言え。ここ掘れ、ワンワン。どうした今日、こんなところに来て。ちょっとね、
世界の平和を守るにもちょっともう疲れちゃって飽きちゃってさ。で今日ねここに来た理由は絶対に言わない？言わない言わない。本当に言わない？本当に言わない言わない。本当に言わないか。絶対に秘密だよ。うんうんうん、分かった分かった。実はね今日バーに来た本当の理由ってのは実はお風呂に入りに来たんだ。おお、いい湯が湧いてるじゃねえか。一風呂浴びようかな。よーし、ちょっと一風呂浴びようかな。あ、いや、そんなことしなくてもあんたまだ助かるよ。え、まだ助かる？うん、まだ助かる。いや、もっと入らせてよ。いや、まだ助かるから。まだ助かる。え、まだ助かる。まだ助かる。まだ助かる。まだガスかる。はい、それはい、ここまだガスかる。お風呂はもういいよ。で、ちょっとこのね、計算、これが人件費で、これが水道代、これで、これが所得税と、これが、保険代で、で、あとこれが交通費代で、で、これが株の投資で、で、だから今日はこれで、まあ、僕の計算によると、ここのバーの月額の使用料は、エラーだね。バケロここは一体？ここはお前の頭の中の世界だよ。ヘッドの場を用意してやったぜ。ドンパッチ。うわ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 ボンパッチ、お前はこうしてやるよ。ほら、うわ、やめろ、お助け。ほら、おとなしくろ。やめろ。お前にはこうトークショーメイクを俺様からしてやるぞ。ほら、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 どうだ、仕上げに丸書いて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 、てでってって中の丸を黒く塗り、三角帽子をかぶせたら長い丸で包みます。アンテナ2本立てまして、お腹にギザギザ書いちゃって、くるっと回して、つづるっと滑って、もう一度滑って、ああこれはでってんでるででん、キョロちゃんキョロちゃんキョロ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 ちゃん、パピプープペプーキョロ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 ちゃん、キョロちゃん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 、キョロ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 ちゃん、でて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 キョロちゃん、なんだかちょっと幸せになったよ。ちゃん。ああ、ドンパッチよ。貴様、今の自分の顔を見てみろ。ほら。うわあ、これは、まさに芸術だな。ああ、芸術？芸術と聞いたら、なんだか歌いたくなってきたな。タッチボイ。朝が来れば、つもろ、いいことがあるつもろ。よいしょっと。明日、つもろ、つもろ、I love you, つもろ。明日は幸せ。じゃんじゃん。